ちょっと早め。そう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 、それで取れる。お、完璧完璧完璧。はいはい、完璧。はい、じゃあ今簡単にやってるように見えて、ここめっちゃ難しいです。そう、半身で、そう、まっすぐボールへ、グッド。これ分かるかな、世の中に。とこれを試合中やったらめっちゃ崩しやすくなること、分かるかな。じゃあ今回チュートリアル、はい、やってみます。でロンズあるある、はい、やれって言うからやりますよ。はい、ロンズチャンネル。違うの？違うの？はいはい。もう先週、今回16回目ですよね。うん、16回目。絶対、うん、加藤テクと、うん、ブエナは遅刻してくる。うん、ロンズあるある。確かに。確かに。どう思います？なんかちょっと落としどころが、あ、ね、はいはい。必ず2人遅刻してくるっていうのが定番になってるんで。ロンズの裏事情です。さすが医師。はい、ロンズ裏事情です。今、あの後ろも微妙な顔してるけど、ね。社長出勤、ね。絡みづらい。来いよ。はい、はい、来てください。はい、今回チュートリアル。はい、やっていきます。やってけ。はい。で、今回何を？ね、今日はあの前回の続きで、餅つきの、この前は、前回は個人で餅つきっていうのをやったんですよ、はい、で今回は、2人1組グループでの餅つきっていうのをちょっとチュートリアルしたいなと思ってます。なるほど、はい、じゃあ今回参加してくれるロンズメンバー、はい、はい、じゃあお願いします。はいはい、俊勢くんと、はい、俊勢くん、おまさん、ゆうや先生、はい、俊勢とおまと、ゆうやです。はい、よろしくお願いします。緊張してる。緊張してる。緊張してる。じゃあこのメンバーで、はい、2人1組の餅つき。そうです、はいはい、じゃあやっていきましょう。はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあよろしくお願いしま す, しますよし、はい。じゃあ早速始めましょう。じゃあね、ちょっとゆうやそこ立ってくれる？一回一心ここ立ってください。でこれディフェンスだと思って、そうそうそう、簡単な餅つきの理論を、一回個人で見せるんで、ちょっとこう来てください。ディフェンスだとするよね。こう近づいてきたら、で離れたら、まあまあ実際はゆうやの方が出てくるんだけどね。あのこれがあの実際の、餅つきの理論なんですね。あのじゃあ実際ゆうや、あの出てきていいから、うん、こう離れたら、で、ね、これが餅つきの理論なんです。うん、あの要は近づいたら閉じるじゃないですか。で、だから近づきすぎないで離れていく、ね、ついたら振り上げる、振り上げたらつくっていうことじゃないですか。これ何のためにやってんの？例えば圧縮したらここやんなくてもここめっちゃ空きますよね。うん、単純にこれで無理が生じるんだったら一回やり直し、仕切り直してもいい、ね、一発裏もある、ね、圧縮させることでいろんなことが考えられますよっていうことです。じゃあ圧縮の方法として俊勢君これ持ってください。もう出てきていいからね。あの俺味方、うん、一回当てて、石出てきて、出てきて、出てきて、はい、今何が起こってるか分かる？もう一回行こっか。はい、これあの打ち合わせなしで今やってるからね。だからすごいやりづらいけど、そう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 、そのまま出てきてね。はいよ、はい、これ何起こってる？これはい OK、 圧縮起こってるね。でこれ釣り出されて圧縮されたら、お前どこ開いてる？サイドも裏もめっちゃこれ釣り出されて開くよね。まあみんなあの今中一の鬼一人のダイレクトの鬼回しやってるじゃないですか。鬼二人の鬼回しでもこういうことやるんですよ。この二人の前に立って、はい、こういうリターンで、まあ場合によってはターンもあるし、うん、ここ顔出す人もいいし、外使ってもいいし、あの無理せず一回戻して仕切り直しても、圧縮がここでできてるから、いろんなとこから攻撃できるってイメージわかります。でこれ意外に今簡単にやってるように見えて、ここめっちゃ難しいです。ちょっと2人でやってみてください。で俊勢くんね、こういう時のスタートって、あのロンドってそこもあるし、今日やったあの鏡の準備の動きあるじゃないですか、もあるし、あとこのライもうこの
そう、そう、完全にあのこの、ディフェンスラインに立っちゃって、ここからいつもディフェンスラインより前で、こういうイメージ。はい、じゃあちょっと2人でやってみてください。圧縮できたら合格。はい、OK です、 OK です、 OK です。はい、じゃあオマとシュンゼ君ちょっとチェンジして。あのオマね、もうちょい下がりながらやらないと、2人のスピードがちょっと速かったんで。ただただ OKOK をもうやっぱ練習しただけあるから。あ、ストップ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 、今ストップストップストップ、動かないで。今オマの立ち位置があんまし良くない。そう、常に、ま、真ん中なの。2人の真ん中でこうやり続けるから2人が寄ってくる。でも片方になっちゃうと、今度これ石出ちゃって、これバックパスに対してこれやられんのよ。うん、だから真ん中立ち続けてほしい。もう一回行こう。真ん中取ったら、あとはあのスピードの問題で、もうちょっと早めに落ちると、そうすると常に真ん中勝手に取れるから。やってみて。はいはい、ちょっと早め。そう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 、それで取れる。お、完璧完璧完璧。はいはい、完璧。はい、じゃあ俊介君と石で。はい、じゃあ石そっちやろう最初。そう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 、はい、圧縮できたね。はい、グッド。はい、オッケー。これ分かるかな、世の中に。とこれを試合中やったらめっちゃ崩しやすくなること、分かるかな。はい、オッケー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 。もうちょいだけ、あの要はしゅんぜくんちょっと持って、真ん中取っちゃうじゃん。もうちょいだけどっち向きでもいいから、ここ取ったらね、あのこんな感じで、あのそう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 、半身半身半身でこっち見れるようにしていく。で別にここやんなくていいのね、圧縮するからサイドめっちゃ開くじゃん。そう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 、そういうこと、そういうこと。そうだから半身で、このゲートの奥の部屋を見ながら首曲げて、これができるかどうか。はい、ラストこれだけ。そう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 、もう一回行こう。多分ね、あの横に開きたい癖がここで出ちゃってる。だからあのまっすぐ、ボールに対してまっすぐ走っていくの。ボールに対してまっすぐ、もう一回行こう。そう、半身で、そう、まっすぐボールへ、グッド。はい、グッド。はい、オッケー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 。でこれが 何かっていうのはね、あの世の中の人分かるから、まあ、ポンポンポンってやればめっちゃ崩せるよ。実際子供らもやってるし、うちの子らはね、大人もやってるし。はい、流して引きつけて、そうそうそう、はい、チョン、はい、そうそう、このここのライン上で、はい、はい、もうこれで終わるし、グッド。そうそうそう、あ、グッド。蹴るの、だからここで蹴るから速くなる。僕ね、日本がワールドカップで優勝する姿が見たいんです。例えば敵に対してファーストダッチ距離取ったら、地域の子供から大人までロンドンを操る世界唯一の国にしたい。うん、ナイスナイスナイス、よし、オッケー。はい、じゃあ行こう。